はい、どうもこんにちは。インスタグラムで使えるフレーズを投稿しているコムタと言います。よろしくお願いします。はい、今日もね、動画撮影していこうと思うんですけど、今日は12月18日の日曜日ということでね、今日も一日頑張っていこうかなと思います。昨日はね、ちょっと動画を休みしてまして、ちょっとね、リフレッシュしたので気持ちも切り替えて頑張っていきたいなと思います。で、昨日はね、夜僕の前の会社の同僚が関西の方に帰ってきてて、って言ってもまあ、名古屋の方でね、僕も前働いてて、その時のね、同僚が帰ってきてて、ちょっと一緒に飲みに行ってたんですよね。で、その同僚の親戚っていうのが、ずっとアメリカで育ってるので、で、その方がね、遊びに来てたので、ちょっと3人で、ちょっと飲みに行こうっていう感じで誘ってくれたので、ちょっと行ってきました。で、その中でもね、もうほとんど、まあその方も、一応日本語、まあ挨拶ぐらいはできるんですけど、その親戚の方もね、ただほとんど英語でしか話せないので、もうみんなで英語を話して、で、僕も同僚もね、英語を話せるので、なんでもね、一日中英語を話して、やっぱりそういう英語を実際に使う機会があると、めちゃくちゃ楽しいんですよね。なので僕もまあ初心に戻ったというか、僕も最初ね、そういう英語をこう好きになるきっかけっていうのが、まあ実際人と話して、あ、こんな楽しいんやとか、こんな価値観の違いがあるんだっていうのを学ぶことがね、すごい楽しかったので、そういうね、ことを経験してきて、また昨日もね、ちょっとこう初心に戻ってまた頑張ろうかなっていう感じになれました。という感じでね、今日もいろいろ動画撮っていきたいなと思うんですけど、じゃあ今日はね、何の話をするかっていうと、皆さんね、ついこの前何々したんだとか、まあ、先日何々したんだっていう時、日本語でもあると思います。それ、英語で何て言うか知ってますか ?The other day。これで、ついこの間とかっていうのを表すことができます。まあ日本語でもね、ついこの間って言っても、間があると思うんですけど、いつの期間っていうのはね、ここで言うと、まあ大体よく言われるのが、まあ2、3日とか10日とか、その程度っていう感じでよく言われることが多いです。なので、まあ日本語と同じ感覚で、この前友達と会ったんだとか、この前その映画見たよとかっていう時に使うことができるので、皆さんもそれを通してね、覚えてもらえたらと思います。じゃあ早速なんですけど、いろいろね、例文紹介していきたいと思います。じゃあまず一つ目、この間彼に会ったよ。この間彼に会ったよ。まあ共通のね、友達がいて、その彼のね、話になって、あ、この間彼会ったよっていう時あると思います。これ英語で言うと何て言うかわかりますか?これ英語で言うと、I met him the other day のようにことができます。これで、この間彼に会ったよっていうのをね、表現することができるんですけど、ちょっとね、先ほど発音の説明するのを忘れてたんですけど、この the other day なんですけど、th がやたらと多いんですよね。なので、この文章で一応練習しとこうと思うんですけど、the ですね。まず、other day、the の後に母音から始まるときは、この the の音っていうのは the の音になります。ただ、ここの発音のコツとしては、毎回ね、th の発音もやってるんですけど、上下の歯の間に舌を置いてあげて、軽く挟んであげる。で、空気を出しながら、さしすせそうとか、ざじずぜぞを言うと、さ、し、す、せ、そ、ざ、じ、ず、ぜ、ぞ、のような感じになります。これが英語で言う th の音に近いので、ぜひ皆さんもね、練習してみてください。なので、今回だったら、other day、これが母音から始まるので、ここの the ではなく、the になります。The other day. ここのね、other もそうですね。発音としては、other ではなく、other のような感じになります。なので、もう一回ね、練習しておくと、I met him the other day のような感じになります。言いにくいと思うんですけど、またね、例文通して発音も練習してみてください。はい、そしたら引き続き行こうと思うんですけど、この前25歳になったよ。この前25歳になったよ。これね、年齢は自分の年齢に置き換えてもらってもいいんですけど、この前何歳になったよっていう時の表現ですね。これ、英語で言うと、I turned 25 the other day のようにことができます。ここで言うとね、何歳になる、これも以前の動画で紹介したんですけど、turn を使います。なので、I turned 25 the other day のようにことができます。で、ここの場合だと、25 years old でもいいし、25単体でも OK です。で、その後に the other day を置いてあげると、この間っていうのを表すことができます。で、ここのね、turn の発音のコツなんですけど、これ、turn のように口を大きく開けるんじゃなくて、ずっと R が入ってるような感じで、口はあまり開けずに発音します。なので、turn, turn のような感じですね。なので、I turned 25 the other day って言ってあげると、綺麗に発音できると思います。はい、そしたらね、引き続き行こうと思うんですけど、じゃあ今度、この前はありがとう。この前はありがとう。これもね、言う機会あると思います。これ、なんていうかわかりますか?これもね、意外とシンプルな言い方なんですけど、これ英語で言うと、Thank you for the other day のようにことができます。またここもね、th の祭りが始まってますよね。Thank you。これもアメリカ英語だったら、
皆さんね、サンキューって言われる方も多いんですけど、これ実は、て、えに近い方が、よりね、綺麗に聞こえます。Thank you。で、その後は今までやったのと一緒ですね。Thank you for the other day のような感じになります。これで、この前はありがとうっていうのをね、表すことができます。じゃあ、引き続き行こうと思うんですけど、じゃあ、その映画この前見たよ。何かね、映画の話をしてて、あ、その映画この前見たよって言った時あると思います。これ英語で言うと、なんていうかわかりますか？これ英語で言うと、I watched the movie the other day。見ることができます。これもね、ちょっと難しいですよね。ここもね、movie なんですけど、このね、V の発音の時は、日本語のね、B っていう上下の唇を合わせて発音するんじゃなくて、下唇を噛んであげます。まあ噛むって言ってもね、軽く押さえる程度でいいんですけど、下唇の粘膜あたりのところを上の歯で押さえる。で、ここでね、ズーっていう音を出してあげると、喉が震えるのがわかると思います。その状態で、movie。V のような感じで発音してあげると、このね、V の音を発音できると思います。それで発音すると、I watched a movie the other day のような感じになります。はい、そしたらね、残り2つあるんですけど、じゃあ今度、この前新しい携帯買ったんだ。この前新しい携帯買ったんだ。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、I bought a new phone the other day のようにいうことができます。まずね、ここの文章だと、携帯を表すのが、セルフォンとか、モバイルフォンとかっていうことも多いと思うんですけど、今ではね、もう電話っていうと、固定電話が少なくなってきて、フォンだけでも通用することが多いです。なのでね、それだけで覚えてもらっても OK です。で、発音のコツなんですけど、バーラー、ここのね、I bought a new phone っていうとこですね。このバーラー、バーッと、あーなんですけど、T で終わって次 A で始まってるので、またね、T 出す母音の法則で、T と母音がくっつくと T はラ行っぽくなるっていうのをね、アメリカ英語でなるっていうのを説明させてもらったと思います。なので、ここでは、butter、butter ではなく、butter のような感じになります。なので、発音すると、I bought a new phone the other day のような感じになります。ここもね、覚えてもらうと、but のね、発音も上手になると思います。ちょっとね、最後もう一つ言って終わろうと思うんですけど、じゃあ今度、この前、そのレストランで彼女を見たよ。この前、そのレストランで彼女を見たよ。まあね、友達にたまたま出くわして、あ、この前レストランで彼女を見たよっていう時もね、あると思います。これ英語で言うと、どんな感じになるかわかりますか？これ英語で言うと、I saw her at a restaurant the other day のようにことができます。これもね、ちょっと噛みそうになって長い文章で難しいんですけど、まずは I saw her っていう感じで、彼女を見た。どこでかっていうと、場所を表す at a restaurant を使うことができます。で、最後は今まで通り the other day を使ってあげると、この間っていうのを足すことができます。はい、そしたらね、こんな感じで日本語と同じように、英語でも漠然としたこの間とか、そういうのね、表すこと多いと思います。なので、これめちゃくちゃ使えるので、ぜひ皆さんもね、自分の例文に置き換えて練習してみてください。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。 Okay, so thank you for watching. Have a good one and see you later.